日中韓三強対決、2014アジア大会競泳 200m 自由形決勝。この種目の金メダルは3人の争いになる。2008年北京オリンピック 400m 自由形金メダル、韓国代表のパクテファ。2012年ロンドンオリンピック 400m 自由形金メダル、中国代表のソンヨウ。そして2012年ロンドンオリンピック 400m 個人メドレー銅メダル、日本代表の萩野公介。日中韓のアジア3強による戦いはアジア大会でありながら世界トップレベルの戦いであった。 50m 時点で3人は頭一つ抜け出し、 100m から 150m へ向かう中で萩野が遅れる。ソンヨウとパクテファンが 0.04 秒差で残り 50m に向かい、萩野はおよそ1秒の差をつけられた。ラスト 50m、 長距離種目に強く、後半でもスピードの落ちないソンヨウが徐々にパクテファンに差をつけていく。それ以上のスピードで萩野は2人を追い上げた。最後まで3人のデッドヒート。タッチの差になった争いは萩野公介が逆転で制した。